神の娘は1916年制作、公開、ハーバート・ブレノン監督によるアメリカ合衆国の映画、サイレント映画である。映画史上で初めてメジャースターによるフルヌードシーンのある映画として知られる。ウィリアム・フォックスが100万ベイドルの拒否を投じ、ジャマイカのキングストンに巨大なセットを立てて撮影した180分の巨編である。日本では 1918年に公開されたが、当時、京都、新京国の帝国館が掲出したポスターの記述によれば、全長1万フィート、出演俳優2万1218人、Y 人国の同人1万2000人、人魚の数200余、学魚80余等、消費フィルム尺数22万3000フィート都市、本営営の出現はまさにキネマ市場における、一大奇跡たりと歌われている。 同劇場での同時上映は、パラマウント映画の短編コメディ、デブ君の浜遊びであった。スチル写真は残されているが、プリントは現存していない。本作における、アネット・ケラーマン。ありがとうございます。